はい、どうもみなさん、こんにちは、いずいこです。それでは今回なんですけども、毎月の固定費を減らしました。クレジットカードや毎月のスマホ代などということで、今回はですね、先日の僕のライブ配信でも少しお伝えをしていたんですが、毎月の固定費についてお伝えをしていこうと思います。最近ですね、僕自身自宅にいることがかなり多くなったので、ちょっとですね、いつもと動画のテイストが違うんですが、たまにはありかなと思いまして、僕が今回固定費を少し減らしたことについてお伝えをしていこうと思います。ぜひですね、検討されている方などいらっしゃれば参考になればと思います。それでは行ってみましょう。はい、ということで、毎月、毎年の固定費ということで、皆さんですね、この固定費って計算されてますかね？僕は結構自分の性格的に、この部分をちょっとなーなーにしてしまう癖があって、もうこれはこのままでいっか、みたいなのを結構長続きしてたんですよね。で、今回、自宅にいる時間がすごく長くなったので、改めて、この固定費見直してみるということで、いくつかに分けてお伝えをしていこうと思います。で、まず、僕の固定費、例として一部ピックアップをしました。ざっとこんな感じですね。上から家賃、光熱費。水道はちょっと家賃と込まれてるので、光熱費。あと、スマートフォン、ソフトバンクがキャリアで、固定回線もソフトバンクが光。で、クレジットカードなんですけども、これは年払いって書いてるんですが、これはクレジットカードの年会費のことですね。あと、サブスクということで、Spotify と Amazon プライム。Amazon プライムに関しては、年会費として払っております。で、その他、ブログのサーバー代というものもあるんですが、ちょっと謎なところもあるんですけども、今回この中のいくつか、大きく3つピックアップしてます。それがこちらですね、スマホ代とクレジットカード、そしてその他ブログのサーバー代ということで、なんぞってなるとは思うんですけども、一つ一つですね、お伝えをしていこうと思います。まず一つ目、こちらスマホ代ですね、ソフトバンクということで、結構ですね、やっぱり今、格安SIMとか色々あると思うんですけど、僕それに対しての知識って本当になかったんですよね。けどやっぱり今世の中はこのような状況で、自分自身の毎月の出費を減らすためにはまずここかなと思って、僕は最初にスマホ代から見直してみました。で、あとはクレジットカードですね。これ持ってる方多いと思うんですけども、いくつか持ってる中でも、やっぱり意外とクレジットカードの年会費って突如と来るものなので、ここも改めてみました。そしてその他ブログのサーバー代はこれ後ほどお伝えします。それでは早速スマホ代ということからお伝えするんですけども、このソフトバンクということですね。これまでですね、僕はスマートフォンはずっとソフトバンクをもう7年ぐらい使ってるんですかね。で、本当に長く使ってて、電波状況であったりとか、そういったことに関しての不満って本当になかったんですよね。けど改めてね、こうやって数字で出してみると、ちょっと実感が湧いてくるんですが、僕のソフトバンクのスマートフォン、今 iPhone XS を使ってるんですが、端末代込みでだいたい8000円ぐらい毎月払ってます。これどうですかね？人によっては高い、人によっては安いって思う人も中にはいらっしゃるかもしれませんが、ちょっと今のこの状況だと、ちょっとやっぱ高いのかなと思います。で、大体通信料からして大体5000円ぐらいなんですよね。5000円でもやっぱ高いですよね。普通に考えて。で、これを端末代だけの昔の5000円がさらに安くなるんだったらいいのかなと思いまして、今回ですね、僕ビッグローブモバイルを契約しようかなと思います。まだ実際に契約はしてないんですけども、5月の1日から契約をする予定でございます。理由としたらですね、今実際にソフトバンクを解約したら解約金がかかるので、プラン変更をしてそこからビッグローブモバイルに切り替えるという予定にはあります。ちなみに僕全然このスマホ、格安SIMとかの全然詳しくないんですけども、ずっとちょっと気になってたプランが一つあって、ビッグローブモバイルの音声通話SIM 3ギガ、プラン月額料金半年間0円というのがあって、これちょっとタイミング的にいいのかなと思って、半年間0円って結構魅力的ですよね。で、そのプランの一覧表をですね、月額料金のプラン表を見たときに、3ギガだったら半年間0円で、それ以上、6ギガとか12ギガであったりとかだったら、550円、あとは1800円とかっていう感じなので、それはそれでめちゃくちゃ安いなと思いまして、毎月僕もだいたい5から10ギガ使うか使わない程度なので、6ギガ中2ギガぐらいで契約していいのかなとは思います。で、実際に7ヶ月目以降って考えても、1600円から7450円ということで、それこそね、先ほどの5000円と比較しても、12ギガのプランでもだいたい3400円ぐらいなので、ちょうどいいぐらいなのかなと思います。あとはやっぱこれですよね。エンタメフリーオプション。これが魅力的でした。このプランの特徴っていうのはかなり魅力的で、僕ですね、基本的に通信料かかってるのはやっぱYouTube なんですよね。YouTube とプラス Spotify を聞くので、これが一番通信料取ってるので、これがエンタメフリーっていうのが通信料かからないんですよね。これ一番いいなと思って、なので決め手はここだったんですよね。しかもそれが最大6ヶ月間無料のキャンペーン中なので、タイミング的には本当に、僕としたらもう最高でした。で、改めてその他社に乗り換える理由、今回ビッグローモバイルに乗り換える理由として簡単に4つにまとめました。先ほどもお伝えしたように毎月の通信費を削減できるということですね。ここが本当に大きいと思います。今はキャンペーン中ということもあって、これも一つの理由ですね。あとはちょっと冒頭にもお伝えしたように、やっぱ自宅にいることが多くなった。やっぱりね、今は世の中あれの影響がすごく強いので、どうしても外出自粛期間中ということもあるので、もう自宅にいるともう自宅の Wi-Fi をずっと使いっぱなので、本当に携帯の通信費全然食わなくなってるんですよね。まあもしかするとどこかのタイミングで収束するとは思うんですけども、まあ今現時点ではそんなにまだまだちょっと難しいところではあるのかなと思うので、今はまあ自宅の Wi-Fi を使うことがいいのかなと思います。あとは PayPay ですね。今ソフトバンクといえばやっぱり PayPay とかの恩恵がやっぱあるとは思うんですよね。Yahoo プレミアム会員もそうなんですけども、今やっぱこう PayPay のキャンペーンがそんなにその恩恵自体が少なくなったっていうのはかなり大きいんですよね。なのでまあこのタイミングで本当に乗り換えるのも全然ありなのかなと僕的には思いました。で、あとは先ほどもお伝えしたように、やっぱりこの YouTube 見放題ですね。先ほどのビックリオンモバイルのエンタメフリーオプションでつければ、まあ YouTube ずっと見続けても通信料かからないということでございましたので、やっぱりここが一番大きいかなと思います、僕的には。以上がスマホ代についてですね。まあちょっとめちゃくちゃ簡単なんですけども、こんな感じですね。そしたら次ですね。じゃんということで、クレジットカードですね。やっぱりクレジットカードといえば、年会費がやっぱ大きくくるかなと思います。まあ実際に僕の例挙げてみたいと思うんですけども、それがこちらですね。よく動画でもお伝えしているカードを紹介させていただこうと思うんですけども、楽天カード、Yahoo ジャパンカード、三井住友カード、JAL カード、アメリカンエクスプレスカード、ビザ、LINEPay クレジットカードということで、まあ大体動画でもお伝えしてるのがこの6つかなと思います。まああまり JAL カードについては全然触れてはないんですけども、そしてビザ、LINEPay クレジットカードはね、まだちょっと動画にはしてないんですが、一応この6枚を主にピックアップしてます。で、年会費がこんな感じですね。上から見ていこうと思うんですが、まず楽天カードですね。僕、楽天カードの楽天ゴールドカードを使ってるので、税込み2200円が年会費としてかかります。まあ、楽天に関しては結構僕も楽天市場結構使ってるので、まあ年会費分は全然浮いてはいます。で、Yahoo Japan カードですね。まあこれはもう年会費無料ということで、これまでまあソフトバンクユーザーということで、PayPay モールとか Yahoo ショッピングちょくちょく利用するときに Yahoo Japan カードは使っていました。で、三井住友カードに関しては税込み1375円ということで、今はね、キャンペーン中ということで作られた方は年会費無料なんですが、僕はちょっと年会費あるときに 20% 還元キャンペーンのときに作ったので、一応年会費がかかるカードの一つになりますね。次4つ目は JAL カードですね。これまだ全然動画にはしてないんですけども、今年作ることができまして、まあ1年間は無料なので、今年自体は年会費かからないんですけども、一応年会費として2200円と、それに合わせて、ショッピングマイルプレミアムっていう年会費もかかるので、これも合わせて3300円で税込み5500円がかかるということですね。で、1つ飛ばしまして、まだちょっと動画にはしてないんですが、こちらも Visa、LINEPay、クレジットカード、これに関しては LINEPay カードはもう年会費無料ということですね。そして、ピックアップをさせていただくのはこのアメリカンエクスプレス 13,200 円税込みということで、僕ですね、まあアメックスのグリーンカードをずっと持ってたんですよね。で、この度ですね、ちょっとかなり迷ったんですけども、このカードを解約することとなりました。まあ実際にですね、解約をして、もうカードにハサミを入れた状態のカードがこちらですね。いやー、これ本当にめちゃくちゃ迷ったんですけども、まあ今回はね、年会も使うことがもうかなり少なくなったということで解約をしました。で、このカードを持ってた理由というのは、まあ一つだけあるんですけども、これあんまりね、お得と全然かけ離れるんですが、僕がずっとですね、クレジットカードを作れない時期っていうのがあったんですよ。でですね、なんか知らないんですけど、アメックスだけはなんか通ったんですよ。まあ多分その審査が緩いのか僕も全然わかんないんですけども、それ言ったことに関しては。けど、その時だけめちゃくちゃそのクレジットカードを作ることができなくて、なんでかこのグリーンカードだけは通って、もう僕の中ではもうずっとお守り代わりみたいな感じで、もうほんと3、4年ぐらいずっと持ってたんですよね。まあで、年会費もかかってもいいからもう持っておこうみたいな感じで持ってて、去年とかだったらね、家電の 20% 還元キャンペーンとか、いろいろキャンペーンやってたのでかなり活躍はしたんですけども、まだこれから長く使うかって考えたら、ちょっと微妙だなと思って、今回は思い切って解約をしました。いや、ほんとかなり苦渋の決断でしたけど、すごくいい思い出がたくさんあるカードなので、もしまた機会があればね、作ろうかなというふうには思っております。以上がクレジットカードについてでございました。それでは最後こちらですね、その他ブログのサーバー代ということで、まあ、なんぞやと思うんですけども、これもお伝えしていこうと思います。ちょっとぶっちゃけた話になりますね。実はですね、僕この YouTube の動画投稿する前、まあ1年以上前になるんですけども、2年ぐらい前かな。実際僕結構僕の Twitter の ID の名前がゆずひこ_ブログということで、僕ですね、YouTube の投稿する前は、ブログの更新をずっとやり続けてたんですよね。で、なんとですね、まあこれちょっとさらにぶっちゃけるんですけども、テーマがですね、借金ブログというようなものをずっとテーマとしてたんですよ。もちろん今完済はしてるんですけども、それこそね、クレジットカードが作れなかったりとか、そういった理由っていうのは、この借金があったからっていうのが多分あったと思うんですよね。まあね、本当に今は完済してるので、もう本当におかげさまでクレジットカードとかがちょくちょく作れるので、本当にありがたいなと思ってるんですけども、で、この YouTube を始めたタイミングで、全然もうブログの更新をしなくなったんですよね。で、ブログの更新をせず、だいたい1年以上放置した状態で、ちょっと作ろうかなとか更新しようかなと思ってたんですが、やっぱりね、YouTube の方が楽しくなってくるんで、ブログは完全に放置してたんですよ。そうすることによって、ブログで、自分のブログのサーバー代があるんですけども、それを完全放置で、1000円かける、まあ税抜き1000円、まあ大体今1100円かける12ヶ月以上ずっと垂れ流しで払ってたんですよ。まあね、これを払わなかったらアメックスのグリーンカードの年会費払えてるわって思うぐらいなんですけども、今回はこれを思い切ってもうブログをやめるプラス、サーバー代ももう契約解除しようと思って、まあ解約を行いました。はい、ということで今お伝えしたことまとめですね。スマホ代とクレジットカードの年会費、ブログのサーバー代、この3つについて簡単ではあったんですけども、お伝えをさせていただきました。まあ本当にね、さっきもお伝えしたように僕って本当に熱中し始めたらめちゃくちゃ熱中するんですけども、大事なことをなんかそのままなあなあにしてしまうところとかも結構あったりするので、本当にいいタイミングで毎月の固定費って見直したかなと思います。他にもね、僕の中では例えばさっきの光回線、固定回線であったりとか、まあ電気代に関してはちょっと自宅がオール電化っていうのもあって、どこの電力会社にするかっていうのも、ちょっとあんまり知識がないので、まあちょっとさらに調べる必要はあるんですけども、まだまだ改善する余地は全然あるのかなと思います。まあぜひですね、参考になる意見などがあれば、下のコメント欄に書いていただくと嬉しいです。まあそんなこんなで今回は固定費の見直しについてお伝えをさせていただきました。いや本当にね、毎月もしくは毎年どれだけ、無駄なお金っていう言い方変かもしれないんですが、いかに自分がそういったところにお金払ってたのかっていうのがすごく勉強になりましたね。もちろんそのスマホ代とかにスマートフォンに関しては大手キャリアがいいとか格安 SIM がいいとか自分の住んでる環境とか使い勝手によって変わってくるとは思うので一概にこれがいい悪いとかいうのはないと思うんですよね。けどまあ僕はまだその格安 SIM とかにまだトライしたことなかったのですごくいいタイミングかなと僕は思いました。まあ実際にねまたこれが使ってみてどうなのかっていうのもまたそれはそれでライブ配信であったりとかまた動画にしてお伝えをしていこうかなと思っておりますということで本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。はい、ということで、今回はですね、まあ、ちょっと前にも動画にさせていただいたんですけども、僕ですね、本当に今外出自粛で自炊にずっとハマってるんですよね。で、昨日TwitterとInstagramにもアップしたんですが、これ昨日僕が作ったクリームシチューですね、ホワイトソースから作って意外と美味しくできましたね。で、そういった工程をですね、僕のInstagramでアップしてるので、ぜひですね、まあ、多分気になる方はこの視聴者さんの中の一般を見たいとは思うんですけども、ぜひフォローしていただけるとたまーにアップするので、ぜひ見ていただければと思いますと。一応リンクは下に貼っておりますのでよろしくお願いします。ということでありがとうございました。